皆さんこんにちは、生ハゲゲームズです。今回はちょっと変わった FPS デスループについてゲームをクリアしましたので、ゲームの内容とクリア後の感想などをなるべくネタバレを含まない形でご紹介したいと思います。まずどういったゲームかというと、ゲーム自体は先ほどお伝えした通り FPS になります。ゲームの内容なんですが、ゲームの冒頭、主人公はとある島で目覚めるところから始まります。この主人公、この島で過ごすこの1日から抜け出せないんですね。やべえ夢、眠って目が覚めても次の日が来ない、同じ日の朝が始まるんです。仮に死んだとしてもずっと同じ日の朝が繰り返される、そんな時間の牢獄のようなものにとらわれているんです。プレイヤーの目的はこの抜けられない1日からどうにかして抜け出すことになります。じゃあどうやってこの1日から抜け出すかというと、8人のビジョナリーと呼ばれる人物、まあ簡単に言うと8人のボスですね。それをその1日の中で全員倒すということがこの1日から抜け出す鍵になるようです。冗談だろ。じゃあ島を隅々まで探索して8人のボスを探し出して片っ端から倒していけばいいじゃんというふうになるんですけども、そう簡単にはいかないんです。というのも、このゲーム、朝、昼、午後、夜という4つの時間帯、まあ、時間のフェーズのようなもので4つに分かれているんですね。さらにエリアも4つに分かれているんです。1つの時間帯で行ける場所は1つのエリアのみ。さらに各ボスたちは非常に多忙なため、基本的に最初は全員バラバラな場所、バラバラな時間帯に1回だけ出現するんです。そんな感じで1回しか出現しないボスが同じ時間帯に別々な場所にいたとしたら、もうその時点でどちらかのボスを倒すことを選択しなくてはいけないので、全員倒すのは無理ですよね。ちょっと分かりづらいと思うのでもう少し説明すると、こんな感じで時間とエリアが区切られていて各ボスが配置されています。仮にずっとエリア A を選んで2人のボスを倒すという選択をした場合、ボス B は生き残ることになります。ただエリア A の午後に主人公が入手した情報で、本来は夜にエリア A に現れるはずだったボス B なんですが、エリア B の午後に行われた研究が成功したためエリア A に現れなかったことを知ります。次のループでは主人公は午前中のうちに午後の実験が失敗するよう細工を行います。これによって午後の実験が失敗したボス B はエリア A の夜に出現することになります。こんな感じでね、プレイヤーは他の住人ボスたちと違ってループしても記憶を引き継げることを利用するんです。そしてボスの行動を把握して彼らを同じ時間同じ場所に誘導していく、そんなねゲームの内容になっています。主人公はループしても記憶は引き継げるんですが、ループして朝に戻ってしまうと当然ね、持っていた武器やスキルなんかはなくなってしまって、またねゼロから始めることになります。ただ基本的にはそうなんですけども、ゲーム内で拾うことのできるレジドゥームというエネルギー、まあゲーム内での通貨みたいなものですかね、これを武器やスキルに注入することで朝からやり直しになった時でも、その注入した武器やスキルだけは引き継いで持っていくことができるんです。その武器やスキルなんかも島の至る所に落ちてたり敵から奪ったりして調達していくことになります。また武器やスキルにはレアリティがあって、当然ね上級の武器やスキルにはいい効果がついています。まあ、武器やねスキルの発掘に関しては若干ハクスラライクな要素もありますね。またボスなんかは当然レアリティの高い武器なんかも落とすんですけども、その他にスラブと呼ばれる超能力を落とすんですね。これをですね主人公は自分に装備することができるんです。この能力も面白くて、テレポートだったりとか透明になったりとか敵を投げ飛ばしたりとか、プレイヤーの強力な武器として非常にね役に立ってくれます。その他にオンライン要素もあって、このループを当然破るのが主人公の役目なんですけども、逆にループを守る側として別のプレイヤーのゲームに侵入したりすることができます。当然ねオンラインにしていれば他のプレイヤーから侵入されて邪魔されるなんてこともあります。ただ
この点に関しては退陣したくないっていう方のためにね、オフラインにすることもできますのでご安心ください。あとストーリーをね進めるだけではなくって、サブクエストのようなものもたくさんあるので、それをこなすことで強力な武器を手に入れることができたりして、良いねアクセントになっていると思います。といった感じで結構斬新なシステムの FPS となっていました。詳細なシステムなどは解説動画をご用意しますので、もう少し詳しい内容を知りたい方とか、ゲームを購入されて最初何をやったらいいか分かんない方なんかはそちらをご覧いただければと思います。さてここからクリア後の感想になるんですけども、結論から言いますと私的にはかなり良ゲーだったと思います。FPS 好きだけど対人はしたくないって方は実は結構いるんじゃないかなと思うんですけども、そういった方には特におすすめできる作品になっていると思います。一日の流れを把握してプレイヤーの行動で流れを徐々に変えていくっていうシステムも、昔あったノベライズゲームで街とかっていうのあったんですけども、それなんかとちょっと似ていて面白いなと思いました。あと日本語へのローカライズもしっかりとされていて、すごくね印象が良かったです。あと死んでしまうと朝からやり直しになるっていう点なんですけども、しっかり武器やスキルにレジドゥームを注入、まあお金で買うみたいなことをしておけば、次の日以降にもそういった武器やスキルも持ち越せるので全部が無駄になるっていうわけじゃないんですね。このあたりのねバランスも非常に面白かったです。武器やスキルの収集なんかもちょっとだけハクスラライクになっていて楽しい要素の一つです。ただそんなに膨大な量のスキルや武器があるわけではないので、やり込み要素としてはちょっと浅いかなという感じでしたけども、ストーリークリアまで楽しむっていう分には十分に満足できるハクスラの内容じゃないかなと思います。攻略に関してもしっかりステルスを意識しながら、まあ、いわゆるスニーキングで攻略するっていうのもできますし、もうある程度強くなったら強引に敵陣を突破するってこともできますし、自分のプレイスタイルに合わせられるっていうのは良かったですね。私の場合なんですけども、序盤の装備やスキルが揃っていない状態の時にはスニーキングでねしっかり隠密行動していましたけども、後半結構強い武器とか強いスキルが手に入ったらもうね強引に突破したりして、結構肩の凝らないプレイというかね雑なプレイでクリアすることも可能でした。ある意味ね後半はもう無双感みたいなものも出てくるので、その点もね面白い点の一つだと思います。ただねあんまり無謀に突撃すると当然結構サクッとやられたりもするので、その辺のバランスもね非常に良かったんじゃないかなと思います。ゲーム自体のボリュームは普通にサブクエみたいなものもちょこちょこやりながら進めていって、私の場合まあ30時間ぐらいでしたね。もちろん FPS が得意な方とか、あとストーリーだけねガシガシ進めていけばもっと短い時間になっちゃうかもしれませんけども、まあ、目安としてね私はだいたい30時間でした。あとよく言えばなんですけども、プレイヤーの行動による敵の行動への影響、これにねもう少し幅があったらもっと面白かったなとは思いました。基本的にゲームクリアするために行う行動って決まってきてしまうんですね。このあたりがもう少し自由に敵の行動をコントロールできたりすると、よりやれることが増えて面白かったなとは思います。ただ普通にやっていても十分ね敵の行動に干渉してるっていう感じは味わえるので、十分に面白い内容にはなっていました。まあ、総評としては FPS なんですが、かなりストーリーも凝ってて面白いですし、システムも斬新なので、 FPS が好きだけど対人は苦手とかっていう方はねぜひ購入を検討されてみてもいいと思います。また一応対人要素もありますので、ダークソウルとかで闇霊で侵入するのが好きという方も楽しめるんじゃないかなと思います。ただ対人がメイン要素なのかっていうと、そこがメインじゃない感じなのかなっていうとこがあるので、その点だけはね気をつけてください。ということでちょっと変わった異色の FPS デスループのご紹介でした。お役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それでは皆様、良きゲームライフを。